こんにちは、せなすけです。今回はね、めちゃくちゃいいもの買ってきたんですよ。もうね、発売日に急いで朝から買ってきました。もう朝早くね、買いに行った段階で私2つ買ってきたんですけど、1つのものはね、もうね、売り切れる直前でしたね。あと残り1つっていうところでした。もう私が買いに行ったお店ではってとこなんですけど、他のお店屋さんはどうだったかはちょっとわかんないんですけど、私の行ったところでは残り1個っていうところでした。ギリギリ買えたものです。じゃあ皆さんに紹介しましょう。じゃん、ゼロワン、仮面ライダーゼロワンのフィギュアですね。このシリーズはね、実は私前にも一つ塗っていまして、まあ、Twitter でも YouTube でもね、すごい皆さんにかっこいいと言っていただけてよかったと思ったんですよ。で、今回もこのシリーズ塗っていこうと思います。で、私ね、勢い余って2種類買ったんですけど、今回はどっちを塗るかというと、こちらアサルトウルフを、全て筆で塗りたいと思います。ではね、まずはね、中身を開けてみましょうか。はい、中身こんな感じです。この青のメタリックと黒のメタリック、この感じすごいかっこいい。ちょっとね、ダークな感じかっこいいし、このね、ダークな色合いの中に入ってる、こう体の中心、胸のあたりに入ってるこの赤紫のような、ちょっとピンクっぽいようなね、色合いがまたね、すごく目立ってて綺麗ですね。はい、で、今回はね、こちらを筆塗りしていきたいと思います。いやね、本当にね、この仮面ライダーゼロワン、私はね、ツイッターで話題になってるのを見て、まあ、そこから入ってフィギュアを塗って、で、そのフィギュアを塗ったことでよりかっこいいな、好きだなってなっちゃって、で、また新たなフィギュアを買うっていう、本当ミーハーなことをしています。ミーハーの鏡みたいなことになってるんですけど、はい、かっこいいですね、本当にね。じゃあこの子にね、今から筆塗りが気持ちよくできるように下地スプレーを拭いていきます。下地スプレーを拭いてから塗っていきます。で、今回このモデルを塗るのに使う塗料は全てシタデルカラーです。
Thank you.
ということで、アサルトウルフくんね、完成しましたということなんですけども、皆さん、画面見てね、すぐわかると思うんですけど、また風邪をひいたんで、ちょっとこんなマスクつけてます。ちょっとね、咳がね、結構ひどいので、咳がすごく出るので、こういうマスクして、まあ、過ごしてますということで、動画の中でもマスクをつけさせていただいております。はい。アサルトウルフくんね、完成しましたよ。ウルフくん完成しました。いやーね、我ながら結構かっこよくできたのではないかと。ちょっとね、自分的にはすっごい好きですね。バキバキな感じで塗ったので結構人によって好み分かれるのかなとか思いながらなんですけども、なんか刺さる人には刺せばいいなと思います。はい。いや、でもね、自分が一番満足できるのがね、本当にすごく大事なところなので、はい、そこは、本当に自分ですごく好きなものに塗れたので、OK です。いい感じ。はい。ということでね、すいません、こんなね、マスクつけて風邪気味の姿をお見せしてしまって申し訳ないんですけども、アサルトウルフくん、完成しましたということで、やったー。あ、ごめんなさい。完成じゃない。一部完成しましたって感じですね。完成はまだ先でーす。ということで、今回はこの辺で。じゃあねー。またねー。あ、そうだ。一応言っておこう。ちなみに今私、マスクつけてるけど、すっぴんじゃないので、よろしくお願いします。ということで。じゃあ、2回目だな。じゃあね、またね、2回目になるな。じゃあ大阪弁で行こうか。ほななー。またなー。なんか違う気が。